はい、こんにちは。サッパ TV です。今日ご紹介する商品は、Apple Watch に飽きを感じた方におすすめしたい商品ですね。私も Apple Watch ユーザーしばらくやっていたんですけど、最近みんな Apple Watch 持ってて、電車乗ったりジムに行ったりすると、人と形が被ってて、すごい嫌だなって思ってたところに、今回こちらのファーウェイのスマートウォッチ、届きまして、実際使ってみたところ、とっても良かったので、ご紹介したいと思います。それでは簡単に商品の特徴です。まず最初のおすすめポイントは、Apple Watch に引けを取らない性能ですね。スマートウォッチの基本機能はもちろん、おすすめなのが、LINE の電話をスマートウォッチでスピーカーで会話できるんです。これは LINE ユーザーにはぜひ使ってほしい機能ですね。そして最大14日間のパワフルバッテリー。そしてワイヤレス充電対応、これもね、置くだけで充電できる便利な機能ですね。あとは私が先ほどから言っている丸型のディスプレイですね。他の人と被らない、アップルウォッチと被らない形、これが魅力なんですね。はい、というわけで本日おすすめの商品がこちら、ファーウェイウォッチ GT4。 アップルユーザーが望んでた機能が備わった他人と被らない新たなスマートウォッチとは一体どんな時計なのでしょうか。はい、こちらがパッケージですね。パッケージとっても綺麗で、まあ大人っぽいというかおしゃれなシンプルなパッケージですね。でお値段ね、これ一応お値段3万いくらって多分決まってるんだけど、 Amazon で見ると3万ちょっと、いろんなその会社とかでばらつきがあるんだけど、だいたい3万円ぐらいで販売されてるんですけど、安いスマートウォッチに比べたら、まあちょっと値段はミドル層の少しちょっと高いスマートウォッチで、まあ、だけどアップルウォッチよりも安いっていう感じの時計ですね。スマートウォッチの中では、まあ、やや高い時計ですけど、まあ、アップルウォッチよりも安いので、まあ、そこら辺は考えると手頃なんじゃないかなって私は思いましたね。それではどんな時計が入っているか開けます。オープン。こちらです、ファーウェイウォッチ GT4。 うわ、かっこいいですねこれ。スマートウォッチには見えない普通の時計に見えるかっこよさ。ずっと私アップルウォッチつけてて、四角いアップルウォッチの時計いろんな人と被ってきて見て嫌だなと思ってたんですけど、このデザインがまず最初おすすめポイントなんです。もう四角い形、スクエア型は卒業なんですね。他の人と被らない、これが四角いアップルウォッチと丸型のこちらの GT4 の違いです。まずで話を聞いてる方の中には、丸型のスマートウォッチって他にもあるじゃないかって思う方いると思うんですけど、今回私がこの時計がいいなって思ったのは、丸型プラスアップルウォッチに引けを取らない性能なんですね。私も丸型の他のブランドの時計いろいろ持ってるんですけど、やっぱりアップルウォッチにはかなわなかったんですよ。だからアップルウォッチつけてたんだけど、今回はApple Watch と同じような機能プラスアルファが使える、本当 Apple Watch に飽きた方におすすめできる時計だなと思ってるんですね。はい、それでは性能機能をねご紹介したいんですけど、その前に梱包内容を確認します。入っているものは至ってシンプルですね。蓋の中を開けると出てきたのがこちら、ワイヤレスの充電器ですね。これもおすすめポイントです。 Apple Watch なんかは、まあ、最初からワイヤレス充電非接触型のやつだったんだけど、他のメーカーってあまりなかったんですけど、今回こちらの GT4 も Apple Watch と同じような非接触型の充電、置くだけで充電ができるという充電器ですね。嬉しい。こういうところが Apple Watch とそこまで差がねなくなってきてるなって思う、まあ一つの部分ですね。他にもねいい機能いっぱいあるのでご紹介していきます。こんな感じで充電します。もうほんと置くだけで充電できるので便利ですよね。ちゃんとマグネットでねくっつきますよ。これが説明書ですね。まあちょっと小さい本みたいな説明書なんだけど、いろんな言語が書かれていて日本語もあります。ちょっとねスマートウォッチ持ってない方とか慣れてない方は、まあこれだけだとちょっと分かりづらいかもしれませんけどね、まあ、大体スマートウォッチ使い方は同じです。持ってるスマホと GT4 を同期させて使う
言葉で言うとこんな簡単なんですけど、まあ、そのセッティングが同期するセッティングができれば簡単に誰でも使うことができますね。梱包内容は以上になります。それでは時計本体の方を見てみましょう。これまだね電源入ってないんだけど、電源入ってない状態だともう本当の普通の時計ですよね。見た目はスマートウォッチとは思えない。あ、それでお値段の方なんだけど、私今回紹介する時計が3万円台の時計というお話したんだけど、これ種類が3種類あるみたいで、そのバンドがステンレスのバンドとか他にもデザインが違うものが3種類ぐらいあって、基本ステンレスの方がお値段高くて5万円台で、革のベルトが3万円台ですね。であとは女性用男性用大きさあるみたいで、41ミリと46ミリあるみたいですね。男性女性で選べたり、まあ、あとは材質とかデザインで選ぶことができるのでバリエーション豊富ですね。これが時計の裏面で、脈拍とか酸素飽和度測れます。あと熱も測れますね。熱はもちろん皮膚温度ですね。でこのセンサーの作りもいいなと思ったのが、アップルウォッチはそうなんだけど、このセンサーの部分が盛り上がってることで皮膚に接触しやすくなってるんですよ。でこれ安いスマートウォッチとかだと、このセンサーの部分平らになってて、なかなか皮膚にしっかり当たんなかったりするんで、このボコってちょっと盛り上がってる形のデザインのセンサーはいいなって思いました。あとは防水対応、結構ね防水レベルも高いので日常生活では不安はないかと思います。そしてなんといってもアップルウォッチと違う部分がこちらのバッテリーですね。14日間使用できるという長時間バッテリー、アップルウォッチがだいたい1日2日とかで古いタイプのものだと電源切れちゃうんで、まあ、今のはもうちょっと伸びたかもしれないですけど、さすがに14日間アップルウォッチは充電しなくても大丈夫ってことはないので、これは完全にこのファーウェイ GT4 の圧勝ですね、バッテリーの持ちは。でこれがサイドのボタンなんだけど、これもね良くなりましたね。サイドのボタン、ダイヤル式の、まあ、これもアップルウォッチにはあったんだけど、今までスマートウォッチあんまりこういうタイプの見たことないけど、くるくるって回して操作できるダイヤル型のボタンができました。あとはバンドが、まあ、通常の時計と同じような仕組みなので、まあ、つまみ回してこのように外すと自分の好みのバンドを取り付けられる。私もジムに行ったりするので、まあ、今回革のベルトが最初からついてたんだけど、レーザーのベルトに交換しました。また後でねその時計のデザイン形も見てください。あと時計のこのベルトとかケースとか Amazon とかで探すと結構いっぱいいろんな種類出てくるので、それも嬉しかったですね。替えのバンドとかねないと困るんで、自分の好みに合わせてその日の気分とか、まあ、その日のシチュエーションとかに合わせて時計をデザインできるのはありがたいですね。で結構種類があるので困りませんね。 Amazon でケースとかも傷つけたくない方はケースも買えるので、まあ、私はスマートウォッチ買ったら必ず買いますね。ベルトとケースは傷つけたくないんで。腕にはめるとこんな感じですね。もうほんとなんか高級時計みたいな感じで、まさかこれがスマートウォッチとは思えないデザインですね。画面もねでかくていいですね。私の持ってるアップルウォッチと比べてみましょう。こんな感じです。いや本当アップルウォッチにはちょっと飽きてしまってたんで、この丸型すごい斬新で、なんかちょっと気分も変わりますね。お待たせしました。それでは電源を入れます。これ電源長押しで、今ねファーウェイと出ました。これで電源が入ります。これが一番最初の画面で、言語の選択ですね。まあ、外国の言葉結構あって、その中に日本語があるので日本語を選びます。あとはねどのスマートウォッチも大体同じだと思うけど、ペアリングですね。同期させます、スマートフォンと時計を。で QR コードを読み取って Apple Store から
このファーウェイの時計のアプリがあるのでそれをダウンロードします。はい、あとはペアリングするだけですね。この辺はもういいですね。機能の方を見てみましょうか。はい、そして電源を入れてからの一番のおすすめポイントはこれ、この丸型の美しいディスプレイですね。まあ何回も言ってますけど、丸型で普通の時計のように見える、これ液晶ディスプレイなんですね。この美しいディスプレイがこの丸型とうまくマッチして美しい時計になってんです。丸型ならではのかっこいい時計ですよね。この角度とかつけても液晶しっかり見えてますね。一応アップルウォッチとも比べておきます。どうですか、 GT4 のこの液晶ディスプレイの縁のステンレスの部分も結構綺麗ですよね。輝いてて、これもおしゃれだなと思いました。アップルウォッチにはないこのデザインですね。あとは時計なんだけど、このようにダウンロードした文字盤を自由に設定できます。で、アップルウォッチ使ってる方はね、経験したことあると思うんだけど、まあ、脈拍だったりその天気とか触るとそこにジャンプするボタンがあるんだけど、そのジャンプボタンっていうのもついてますね。なので本当アップルウォッチと変わらないデザインだったり機能になってるんですね。あと自分が一個嬉しいなと思ったのが、この上の方に消費電力レベルって1、2とか出てくるじゃないですか。これおそらくこの待ち受けにした時の時計の個々の消費電力をこの段階でレベルで教えてくれてるんですけど、これありがたいですよね。電池を長く持たせたいなと思った時は消費電力レベルを低いものに変えて待ち受けにすることでバッテリーが伸びるので、また自分の使いやすい時計になりますね。この通常の針の時計というのはやっぱり丸型の時計が似合いますよね。かっこいい。あとは先ほど言った時計のこの天気だったり、あと曜日とか、こう小さい窓枠に出てくるんだけど、これを自由に設定ができますね。こうやってここに、まあこのようにバッテリー入ってるんだけど、そこ曜日に変えたりとか日付入れたりとか選択することができます。これもね、全部が全部できるわけじゃなくて、ダウンロードしてできるものもあれば、元からのやつはできるんだけど、まあその対応してるか対応してないかはその時計によっても違うみたいですね。そのダウンロードした時計によっても、あとはね、こうやって時計のデザインをダウンロードすることができます。これ先ほどダウンロードしたアプリから入って、まあ、有料とか無料とかいろいろあるんだけど、まあ、自分の好みのデザインを見つけてダウンロードすることができます。あとは写真のね、設定とか自分の撮った写真を時計にしたりとか、そういうこともできますね。で、結構種類がね、いっぱいあるので、それはおすすめだなと思いました。これ被らないですよね、絶対。これ今ダウンロードした時計ですね。かっこいいですね。自分の気に入った時計をその日の気分によって取り替えることができる。いいですね。あとはね、 LINE のメールをこのように読むことができます。これとっても便利ですよね。今まであのスマートウォッチ、 Android のスマートウォッチではあまりなかったんだけど、このように GT4 ならできます。 LINE のメール、他にも普通の E メールとかも読むことができます。そしてあとはすごいのが、 LINE の通話を時計でできちゃうんですよ。これ時計にスピーカーみたいのが入ってて、あの相手の声が時計から聞こえるんですね。それで LINE で会話ができちゃうんですよね。マイクもついてるので、自分の声と自分の相手の声を聞きながら、これアップルウォッチだと普通の電話は対応したんだけど、 LINE には対応してなかったんで、この GT4 は LINE で電話ができるっていうのはかなりあの LINE ユーザー多いと思うので便利な機能だなと思います。あとはスマートフォンと連動してこのように天気とか、まあ、音楽かけたりとかできますね。でこれ音楽かけるのもあのスピーカー内蔵されてるので、そのまま音楽聞くことができます。でこれもね、 Android だけだったかな、対応してるのが。で天気はこんな感じで
で操作性もあのタッチ操作も結構こう軽く動いて使いやすいですね。問題ないですね、触り心地も。でこのようにいろいろ情報を見ることができますね。で丸型なんで本当見やすいですね、画面が。ちょっと大きいのかな、こっちの方が。で設定画面はこんな感じで、まあスマートフォン、あの iPhone 持ってる方はわかると思うんだけど、大体同じような設定ですね。であとアラーム、まあアラームもね、好きな時間設定できます。まあこれもスマホ持ってればスマホでいいんだけどね、まあ時計でもできるっていう。でこれがちょっとうるさいんだけど、まあ時計、水とかで濡れちゃった時に時計の水を外に排出してくれるっていう機能ですね。これが意外に便利な懐中電灯機能ですね。時計が白くなって懐中電灯みたいに暗闇を照らしてくれる、まあ暗いところで便利な機能ですね。あとはいろいろ基本的な設定できますね。まあディスプレイの画面の明るさ調整したり、あと点灯時間の調整ですね。あとは運動とかやられる方は運動のあの設定とか、どんな運動を入れたりとか細かくできますね。で何気に嬉しい、スマホを家でなくした時に音を鳴らしてくれるっていう機能ですね。たまに私これ使うんですよ。あとはね、運動とかジム行く方はね、このリングであの目標設定とかできるので、まあ、これアップルにもあったと思うけど、運動の目標設定して今日どれぐらいやったかとか見えたり、あとは前話した熱と脈拍とあと酸素飽和度を測ることができます。あとはカレンダーとかね。でこのね、体の温度を測るっていうのは皮膚温度なので、多分若干低く、いつもあの脇で測ってる36度とかよりも低く出るのかなと思います。 32.5 って出ましたね。まあこれもね、目安にはなるんじゃないでしょうかね、体調悪い時なんか。あとはこれも良かったですね、睡眠の時間測ってくれるんだけど、これ時計でも確認できるかちょっと分かんないけど、あのアップル、あのアプリの方で睡眠の長さとか睡眠の質をね、あの細かく見ることができるんだけど、これすごい夜眠るの困ってる方とか、ちょっと情報欲しい方とかはこれ使うととっても分かりやすいですよ。何時何分に寝て何時何分に起きて、その間のなんかレム睡眠とかそういうのも分かるので、結構体に気を使ってる方とか、あの寝る時間とかすごい大切にしてる方にはおすすめですね、この機能は。はい、というわけでファーウェイウォッチ GT4 のご紹介でしたけど、いかがだったでしょうか。私は結構これ1ヶ月以上使ってみたんで、ちょっと感想を言ってみたいなと思うんですけど、動画でも話してる通り、機能はそこまでもうアップルウォッチと変わらないんですよね。自分が欲しい機能は、まあ体調の管理だったり、まあ、あとは運動の管理、そういうのがあれば十分なんだけど、もうこの GT4 にもそういう機能備わってるので、まあ、アップルウォッチじゃなくてもいいのかなっていうレベルの差なんですよ。で、まあ、動画でも話してる通り、自分が一番気に入ってるのはこの丸型なんですよね。この機能で丸型っていうのが今まで他になかったのかなって、自分の、まあ自分が探せてなかったかもしれないけど、その時計がこうやって GT4 として出てきたっていうのがちょっと嬉しいですね。で結構 Apple Watch 使ってると、いろんなところ出かけたりしても、友達とかと会ってもみんな結構アプローチ使ってるんで、特にジムなんか行くとみんなアプローチつけてるんで、なんかそれが個性がなくてちょっと面白くないなって時計をつけてて思ってたんだけど、この丸型の GT4 だったらもう丸型だし、もちろんでたくさん
壁紙をダウンロードできるので、本当人と被らない。であとバンドもね変えたりできるので、自分だけのオリジナルな個性あふれる時計を身につけることができる。これがファーウェイウォッチ GT4 の魅力じゃないかなと私は思いましたね。まあ、あとお値段もそうですね、まあ、Apple Watch 新品で買うのよりもこちらの方が値段安い。いやでも本当に Apple Watch でかぶっちゃった時 のなんかちょっと恥ずかしい感みたいなのを自分は感じてたんですよ今まで。それから解放されたっていうのがすごい一番今回この時計自分にとって良かったなと思います。はい、それではそろそろお時間の方がやってまいりましたので、この辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。さよなら。